はい、えー、どうも今日もですねちょっと簡単なよもやま話をさせてもらおうと思います、えー、と今回共有したいのはですね、まあ、2つありまして1つはですねあの、まあ、長岡の練習を見ていて僕が感じたことですね、えーとまあ、長岡の攻撃は、まあ、攻撃ありきの、まあ、攻撃になっているんですよね えーともうううう少しどういいうことかというとか具体的に言うとですねえ攻撃する前は相手を観察して安全確認していけると思ったら攻撃を始めなきゃいけないんですけど僕はこれ普通だと思ってるんですが長岡はですねえーもう踏み込むことが前提になっててあんまり確認安全確認とか観察はあまりしないんですよね、バッグ打ちとかシャドウとかとま実戦で特にそうなんですけどもいきなり踏み込んでいくんですよ。 多分だからね怖くて力んじゃうと思うんですよね、だから4ラウンドとか短いラウンドでも疲れてバテバテになっちゃうんじゃないかなと、えー、やっぱまず観察することって大切なんですよね、相手のどこにパンチ、どんなパンチを打ち込もうかなって、なんとなく全体像を見て感じること、で次によし、これかなって感じたら、早いジャブで煽ったりとか、フェイントで。 まあ煽ったりしますよねそれで相手の隙を確認してですね安全が確認できたら踏み込んでいくわけですよね。まあ、なんとなく安全だなと感じるってことですね。でこれを怠るとですね赤信号でアクセル踏めって言われても怖くて踏めないですね、危ないんで。それと同じで踏めないんですよね、アクセルは。で無理やり踏もうとすると力んじゃうんですよ。 まあこれが起こってるんじゃないかなということですね僕は感じましたね、結構、ね、この安全確認の方法っていろいろありますね、えー、トリプル G とメイウェザーでも全然違いますし、ぜひ、ね、皆さん見てみてください、トリプル G は割とリスク許容度が高くて、あんまり、えー、警戒しない、まあ、警戒はしてるんですよね、安全確認してゆっくりこっそり忍び寄って強くガツンと当てるんですけども、も、まあ、メイウェザーとかです、ね、ディフェンシブな選手と比較すると、 まあそこまでです、ね、あの徹底しした安全確認はしないですねメインウェザーはもう行こうかなと思ってやっぱりやめたってって飛び乗ってどっか行っちゃうんですよ、バックジャンプして。ということが頻繁にありますね。ただメ、ゴルフ巾はあんまりこう後ろに下がるってことはなくても、行くぞと思ったらずっと行くって感じですね。この辺の辺リスク許容度に 強養度に関しては、まあ、個性があってですね怖がりな人と臆病な人、慎重な人大胆な人勇敢な人って分かれると思うんですよね、これは別に、えー、そのまま受け入れればいいと思いますね、自分が怖がりなんだったら怖がりで慎重にメーウェザーみたいに攻めればいいし大胆だなと思うんだったらもう大胆にゴルフ機みたいに行けばいいと思うんですね、これはあ個性として大切にした方がいいと思います。 えー、ポイントはです、ね、きちんと安全確認をするということなんですよね、観察して、こんなんじゃないかなみたいなうん、まあ、予測を立ててです、ね、それはでも、頭で考えるというよりは感じるということなんですけども、えー、頭で考えるというよりは感じるということですが、えーまあ、予測を立てます、でそこから踏み込んでいけばです、ね、ある程度不安が解消されているので、のびのび踏み込めるんですよね。 そうなると、えー、パンチのキレとかですね、えーまあ、力強さが出てくるので、相手はそれを警戒するということですね。そうすると、いい循環が生まれますよね。自分はのびのびキレのある攻撃ができるので、相手は警戒して手が出せなくなる。そしたら、もっともっと簡単に観察できますよね。観察して安全確認ができる。相手,が手,が相手は手を出してこないから。 っていうことですね、このフィードバックループをいかに起こすかですね、安全確認して強く踏み込むで、強く踏み込んだ相手を警戒させてもっと簡単に楽に安全確認をするのを繰り返しこのフィードバックループを起こして、まあ、勝利を引き寄せていくという感じです。 逆にうまくいってない場合、ですね、まあ、長くは特にうまくいかないなという感じはの時は、大体確認してないんですよね、もう行くこと前提になっている、殴ること前提になっていてで、力んで踏み込んでいくとで、力んで踏み込んでいくとカウンターしやすいし、相手はディフェンス対処しやすいんですよね、でそうなると、相手今度自信深めますよね、おこんなもんか、こいつは。と。 力んんんんででるしななななかビ,ビってんなみたいな感じになっちゃうんですよそれで相手は自信を深めてもっとより、えー、じっくりです、ね、観察できるんですよね。これが負、えー、のフィードバックループで悪い方向に、えー、悪い結果を引き寄せる、えー、フィードバックループですね。 まあ長岡は悪いときこれが起こっています、まあ、長岡はというか、僕もそうですが、基本的にうまくいかないときはみんなこうなってますね。なので、そういうときはまあ流れを切って、フィードバックループを1回終わらせて、負のフィードバックループを1回終わらせて、もう1回新たなあの循環を探すってことが大切になってきたりします。でえー、このフィードバックループをいかに起こすかというのが、今回、僕の言いたい2つ目のことですね。えー、フィードバックループって どうやって起こすすかが大切なんですよね性のフィードバックループですね、えー、現象っていうのはですねあの核分裂反応とか、まあ、株価とかもそうですし、まあ、歴史もそうですけども、も全部フィードバックループで起こるんですよね。 株価は売りが売りを呼んで大暴落して、買いが買いを呼んでバブルを形成します。で、えー、歴史もそうですね、あの、技術革新があって、例えば蒸気機関の発明によって鉄道が発達して、鉄道が発達して人流がこう、盛んに動きになると今度経済が発展していくんですよね。で、経済が発展していくと今度は、あ株式会社とかいう概念が生まれてくるわけですね。こういうフィードバックループによって、えー、まあ、文明とかですね、人の成長とか、まあ、現象っていうのは起こっていくんですよ。 まあ、黒船襲来によってです、ね、短期間で日本は近代化しましたよね、明治維新で、あれもフィードバックループですよね、あ黒船襲来という些細な出来事から一気に回転が起こって、えー、フィードバックループの回転が起こって、ほ、えーまあ,あの,他の国をです、ね、圧倒するような文明になったということですよね。 でこのフィードバックループは黒船襲来とか蒸気、まあ、機関がそうであったようにですね蒸気機関に関しては1人の男のまあ暇つぶしみたいなところから始まってますから何がフィードバックループを起こすかっていうのは分かんないんですよね、これは予測不可能なんですよ、なので大切なのはですね心を開いてオープンマインドを持ってあらゆる可能性を肯定してですね自分に取り込んでいくっていうことですね。 一つの方法に固執すると、このフィードバックループが起こしにくいんですよ。起点が探しにくいということですね。僕が一つの方法に固執してはいけないとか、執着するなって言ってるのは、形、あの技術とかですね、えー。フィードバックループが起きにくい、それが構造になってるからなんですよ。 例えば僕の意見ばっかり聞くのもよくないですよね、僕の意見はあくまで一つの考えとして受け入れて、まず自分で興味のあること、心を開いて、あの人の言うことを聞いてみようとか、この人の言うことを聞いてみようとか、いうことを実践していくことが大切なんですよ、何かがきっかけに、何をきっかけにフィードバックループ、ですねこう成長の爆発とか、本当に、えー、想定員を起こして、フェーズが変わるということがあ、いつ起こるかが分からないかですね。 他にもこれこれって練習の中だけではなくて、例えば、えー、彼女の一言とかですね、なんか彼女のこう愚痴とかですね、もしかしたら友達の苦言とかですね、そういったものがもしかしたら引き金にのることもあるんですよ。だからこうなていうのかな、物事起こったこと出来事を否定しないで前向きにですね、これってもしかしてフィードバックループが起こる危険なんじゃないかなっていうふうに前向きに取られることが大切だと僕は思ってますね。でそれで僕はそういうふうに実践してボクシングやってますし、そういうふうにまあ人生も。 捉えて生きています。まあ、話をまとめるとですね。あのまあ、最初の方は？あ 観察、安全確認、攻撃っていうことをまずは徹底しましょうということですね。これに関してはいろんな個性があっていいと思うので自由にやってほしい。ただ本質的に観察して安全を確認して攻めるっていうことは、まあ、怠らない方がいいよねってことですね。あともう一つは何がフィードバックループの起点、成長の起点になるかわからないから心を開いてあらゆる可能性を肯定してい、えー、きましょうねってことですね。一つの方法に固執することはこの臨界点を超える起点を 失ってです、ね、機械損失が大きくなるよということですね、今回はそういう話です。